ッピートイチャンネルへようこそ。こんにちは、ハッピーパパです。ですね、最近このガシャットと、まあ、ゲームドライバーを使って、連動遊びをしてて感じることがあります。前回ですね、ドラゴナイターハンターガシャットを使って、まあ、こちらの方のマイティアクション X ガシャットを使って、まあ、連動遊びしたんですけど、まあ、ドラゴナイトハンター Z ガシャットの方がですね、光が強すぎてマイティアクション X ガシャットの、まあ、発光が霞んでしまうということがあって、ひょっとしたらこのマイティアクション X ガシャットの方の電池が切れかけてんじゃねえかとっていうふうに思いました。で、電池交換したらその発光も、元気になるんじゃないかなと思って今回ちょっと企画を立ち上げてみたんですけど、まあ、こちらの方ですね、LR の44電池だったかなが、まあ、3個ここにあるので、こちらの方を交換、してで、じゃあ実際、発光が強くなるのかっていうところをですね比較したいと思います。で、このマイティアクション X ガジェットは、まあ、こちらの方のですね、デラックス現場ドライバーに付属されているもので、いつだったかな？あ、そうですね。ハッピーリクンの誕生日プレゼントで、ハッピーリクンが、買ってもらったものなんですけど、購入した月が、10月か。10月に購入をしてます。それから、ま、2ヶ月間、毎日ハッピーリュウくん、リクンがですね、まあ、こうやって、まあ、遊びまくってたから、電池が、ちょっと切りかけてきてるんじゃないかなとも思ってですね。で、まあ、電池交換の方を早速していってみましょう。使用するのはこのマイティアクション X ガシャットと、あとは、こちらの方、ダイソーで購入してきました、LR の44、三橋アルカリボタン電池をですね、このうちから、まあ、3個、必要になると思います。じゃあ、早速、開けていきましょう。こちらの方ですね、プラスドライバーでここのところを開けていくんですけど、小さいお子さんはお父さんやお母さん、大人の方にですね手伝ってもらって開けてください。で、こちらの方、このですねネジが取れるんですけど、取れた後ちっちゃいお子さんがいたりとか近くにいたりするとこれを飲み込んでしまったりする恐れがあるので、それね十分注意して作業の方を進めてください。で、こちらの方電池3つ出てきましたが、この電池についてここにも書いてあるんですけど、はい、ボタン電池を舐めたり口に入れたりしないでくださいということで、本当に病院行かないといけなくなっちゃうので、絶対にこの電池は、本当大人の方がですね扱うぐらいの気持ちで、いた方がいいと思います。はい、必ず、使用したこの電池は、小さいお子さんの目に届かないところに置くようにしてください。はい、ではこちらの方もですね電池の方開けていきます。ポチポチっと、よいしょ。はい、2個出てきました。で、もう1個ですね。ほっ、はい、これで、今3個で電池出てきたので、こちらの方を入れていきたいと思います。さあ、これで発光は強くなるのかな。よし、くる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 と、はい、電池交換としてはもう準備さえ整えばもうすぐ終わっちゃいますね。ただ本当この、ボタン電池気をつけてください。取り扱いは十分に気をつけてください。はい、これで電池交換終わりました。もう見た目的には全然電池交換したということわかんないですね。ではですね、こちらの方を一回入れてみましょう。何か変わるかな。あんまり変わったような感じはしないですね。でも音がちょっと綺麗になったかな。なんかガシャガシャ音がちょっと、気持ちの問題かな。ではちょっと電気を消して発光具合ちょっと確認してみましょう。はい、では行きますよ。お、なんか明らかに変わってる気がする。オープニングの時に使っていたマイティアクション X ガシャット電池交換前の動画をどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。ですね、若干ではありますけどちょっと発光強くなってますよね。電池交換結構効果あるかもしれません。では
あまりにもちょっと箱強すぎるんですけど、このドラゴナイトハンター Z ガシャットとちょっと並べて、発光させてみたいと思います。はい、ではちょっと電気を消して確認してみますね。いきます。よいしょ。さあどうなるかな。いきます。えい。ドラゴナイトハンター、いかがでしたか。明らかに電池交換前よりも、マイティアクション X ガシャット元気になってます。いやーよかった、電池交換の意味あった。ちょっと電池ですね、あと R44 の電池が、まあ、3個しかないので、またちょっと大量購入してこよう。でまた電池交換してみます。絶対変わります。これガシャットの元気がなくなってきたなっていう方ですね、ぜひ電池交換試してみてください。音声の方も綺麗になりますし、まあ、若干ですよ。発光の方も元気になりますし、若干ですよ、なりますのでぜひお試しください。では最後にですね、こちらの方のゲーマードライバーと連動させて、発光させてみたいと思います。このマイティアクション X ガシャットが負けないかどうかが見ものですね。ではマイティアクション X ガシャットからマイティアクション X。 ほい、ありゃ、あんまり激しくするとガッシューになりますね。ガシャッといきましょう。ガシャ。で次に、あれ違う、はい、エグゼントの装備してるファングで、ガシャッと刺します。はい、じゃあこれでですね、ちょっと電気を消して発光負けじゃないか確認していってみましょう。いきます。はい、レベルアップ。おお、見ました？エグゼイドの発光負けてないですよ、ドラゴナイトハンター Z ガシャットに。やっぱ電子交換の意味ありますよこれ、ほんと全然違います。もう一回いってみましょう。いきますよ。エグゼイド、やったー。せっかくなので7色発光も試しましょう。いきます。電気消します。はい、いきますよ。よいしょ、7色バージョン。ゼット、やったー。はい、ということでいかがだったでしょうか。マイティアクション X ガシャットをですね、こちらの方の LR44 の電池を使って、もうこれ3個ですよ、だからまあ最低こう2個買わないといけないですよ、気をつけてくださいね。これだけだと1個足りないってことになりますからね。をまあこのボタン電池使って、電池交換してました。明らかに発光と音声の方、発光強くなって音声もちょっとクリアになってますので、明らかに効果ありです。はい、使えますので、ガシャットの方ですね、なんか発光弱くなってきたなという方は電池交換ぜひしてみてください。ただ小さいお子さんは絶対にお父さんお母さんにお願いしてくださいね、よろしくお願いします。はい、ハッピートイチャンネル、いつもご視聴していただいてありがとうございます。ご感想ご意見、そしてチャンネル登録をしていただけると非常にありがたいです、よろしくお願いいたします。で今後またですね、こういう風なちょっとなんていうかな、実用的な動画もですねアップしていけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、では今回は以上です。
次はレーザーかな。爆走バイクガシャッと交換しよう。